ごきげんよう、オリピーです。皆さん植物をめでてますか？今日の動画はこちら、鉢植えイチジク、これしないと枯れてしまいますの動画です。イチジクを育てている方、イチジクの水やり管理が楽になりたい方、オリピーと一緒にイチジクを育てたい方、そんな方はね、ぜひ最後までご覧ください。今日は7月のね、下旬になります。もうめちゃくちゃ暑いですよね、この夏。もう今日もね、カンカン照り。イチジクはとてもね、水が大好きな植物です。これも結構ね、カラカラになってしまうので、水管理がね、楽になるように、こちらのスリットポットにね、植え替えをしたいと思います。今日ね、これ5号鉢なんですけど、これをね、6号鉢に植え替えをしたいと思います。鉢がね、6号鉢しかなかったです。今日探したんですけど、本当はね、2サイズアップの7号鉢がちょっといいかなと思ったんですけど、6号鉢しかありませんでした。このね、土も結構ね、もう今お昼ぐらい、朝にね、お水あげたんですけど、結構もう乾いてきちゃってますね。なので今日はね、これ植え替えをちょっとしたいと思います。こちらはオリピーの持っている鉢植えイチジクです。一応ね、ちょっとね、紹介していきます。確かね、これ今年の冬にちょっと植え替えしたと思うんですけど、ちょっとね、一応ね、右側に実が1個ついてて、左はこれついてないですね。結構枝は細いです。挿し木して結構ね、そのままほかっといたような気がします。あとね、こっちはね、水イチジクになってます。これはね、挿し木して根がね、出たらね、結構すぐ植え替え、鉢上げしたイチジクですね。左側も実がついてます。こちらはね、今ね、これ7個だったかな。なんでまあ、そこそこ水管理が楽ではあるので、これはね、このままにしておきます。まあ、これよりね、大きい鉢がね、お家に ないんですけどねなんで一応これこのままです。じゃあこれ知ってますか？オリピーの斑入りのイチジクです。いや、元ね、斑入りですけどね。この動画をね、初めて見ていただいている方もいると思うので、ちょっとね、この元斑入りさん、1年前の姿をちょっと見てみましょう。はい、斑入りの葉っぱどうですか？これすごくないですか？斑入りのイチジク、他にもね、斑入りの葉っぱ結構ね、出てるんですよ。これ実はこのね、イチジク全くね、実をつけないので、もうちょっとね、処分しようかなと思ってたんですよね。で、なんかね、ちょっとね、放置してたら、こんな斑入りの葉っぱもう育てるしかないでしょうって思ってね、また植え戻しました。もうね、枯れて捨てようと思ってたんですね。なんでどうしてこんな斑入りの葉っぱ出すのかなと思って、これ1年後、ま、すぐね、このね、斑入りの葉っぱは落ちてしまったんですけど、まあ、オリピーこれ育ててます。なのでね、この斑入りのイチジク、今後ね、どうなっていくかどうか、実をつけるのかどうか、気になる方はね、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、じゃあ現在に戻りました。このね、元斑入りさんのイチジク、今年ね、ちょっと1個ね、実をつけたんですけど、実落ちてしまいました結局今年なりません。それでは植え替えしていきます。まずはね、土作りです。このね、土は前回ね、何か植え替えた時に余った土です。これをね、使って植え替えをしていきます。まずね、ここに足してもらいたいのは赤玉土のね、小粒、これをね、足してください。
赤玉土は保水性がね優れているので夏の水切れを防いでくれます。夏のイチジクの水の管理、この赤玉土を入れることによって本当かなり楽になります。今お家に培養土がある方は培養土に赤玉土を2割かね3割ぐらい足してください。じゃあこれでね、オリピーのこちらの土作りは肥料入れてます。はい、マガンプ系ですね。さっきね入れたのはバッドグアノです。リン酸分多めです。じゃあこちらもねしっかりと混ぜていきます。はい、土作りが完成しました。じゃあイチジクを鉢からねちょっと抜きます。そうですね、これもし抜きにくいときはちょっと揉んでもらったりすると結構抜きやすいですけど、結構ねこれ簡単に抜けました。これ根鉢は今回はね崩さないでください。冬と違って今はね植え替え時ではないので、根鉢を崩してしまうとイチジクにね負担をかけるのでね、根鉢はそのままにしてください。じゃあこれ土をねスリット鉢に入れていきます。これはね6号鉢です。5号鉢から6号鉢へ植え替えをします。じゃあね高さを見てよかったらねその鉢と隙間にね鉢の隙間に土を入れていきます。じゃあどんどんねこれ入れてってもらえれば大丈夫です。このイチジクはさっきのね出した元フィリさんのイチジクの差し木したイチジクになります。去年かな差し木したの。なので今年でね2年目の苗になります。まだねこれもね全然実がなりません。なるかどうかもね分かりません。これなんといってもね元フィリさんの一度も実をつけたことのないイチジクの差し木をしたからです。じゃあこれで植え付けですね完成しました。はい、ちょっとね土入れすぎました本当はもうちょっとね下ウォータースペースって言ってね水が溜まる部分をね2センチぐらいあるといいんですけど、まあちょっと土入れすぎましたが、まあこんな感じでいいですね。植え替えがね終わったのでね水やりです。これね真夏の水やり、最初のね水はねこれ完全にお湯ですね。これむちゃくちゃ熱いこれなのでこれちょっとね出してから植物にね水をあげてください。まだ暑かった、これめちゃくちゃ暑かった、まだ暑い。ちょっとね熱いのをイチジクに少しかけてしまったのですいませんでした。イチジクさん今後気をつけます。じゃあねイチジクにしっかりとね植え替えをしたのでしっかりとねお水あげてください。下から水がねたっぷり出るようにあげてってください。じゃあこんな感じですね。いいですね。じゃあこちらの鉢植えのイチジクです。これはねいつも動画に出てくる一文字仕立てのイチジクを挿し木しました。なのでねこれまあ元の一文字仕立てがね、まあ、枯れてしまったりとかねなんか虫でこうやられた時に一応予備で育ててるものになります。なんでちょっとね予備とかもね持っとくと少しいいかなと思います。はい、これちょっと身についてますね。確かねこれ両方ともね同じ時期に挿し木して、一本はねすぐ鉢上げ、根が出たらね鉢上げして、もう一個はねもう1年ぐらい放置してから鉢上げしたものになります。じゃあ今日ねこちらの植え替え完成しました。もうこれでね絶対今年イチジク枯らしません。この斑入りのイチジクも実がなるかどうかね気になる方ぜひねこれもチャンネル登録お願いします。ぜひねグッドボタンもねお願いします。じゃあ今回のね動画良かったかなと思った方グッドボタンチャンネル登録もお願いします。
オリピーでした。